どうも、タカオヌスです。22年5月24日、メンテ後にお使い報酬が2倍になるため、臨時お使いについて再度動画をアップします。まず、探索で出現する臨時お使いからです。一番最初に出現する条件として、プレイヤーレベル ×0.2 かけて 23.8 足したものをさらに 2.5 倍して0ポイントを消費する必要があります。例えば、レベル40であれば、40×0.2 プラス 23.8 イコール 31.8、さらに 31.8×2.5 イコール 79.5 必要になります。とはいえ、通常だと必要0ポイント以上、余剰分は生じるため、次は余剰分がどうなるか説明します。例えば、2回目以降の臨時お使いを発生させるために必要な0ポイントを40だとします。0ポイントを24の編成でいった場合、2回探索をクリアする必要があります。合計48消費するわけですが、余剰分8に関しては次回に持ち越されます。次に臨時お使いを発生させるには32以上0ポイントを消費する必要があります。探索による臨時お使いの枠は3枠までになります。3枠出現していたら1枠以上完了するまで出現しません。この状態で0ポイントを消費し続けても破棄はされないので心配しなくても良いです。もしお使いに必要な0ポイント以上消費していれば、お使いを完了した時点でストック分が1つ出現します。ただしストックできるのは1つのみ。再度出現させるには探索をクリアする必要があります。臨時お使いには次元で出現するものがあります。探索出現とは別枠で3つまで出現、22時、23時、0時、1時、2時と1時間ごとに更新されます。1時間以内に受注すれば完了するまで消えませんが、内容が更新されていても受注している分出現枠は減ります。これらの仕様を理解しがっつり稼ぎましょう。以上、参考になれば幸いです。